無名で有名、どうも無名のアカリストです。ということで茶番はこのくらいにしといて、田舎遠征行ってまいりました。そんでもってたくさんの生き物を持ち帰ってきたので、今日はそちらを紹介していきたいと思います。最後までご視聴よろしくお願いいたします。さあ、ここからは僕がナレーションさせていただきます。今回は栃木県下野市の方で田舎遠征をさせていただきました。その中で持って帰ってきた子たちを紹介していきます。まずはアオガエル。この子は台風の中、そして大雨の中、朝5時に起きて捕まえました。この緑色の体と、そしてこのまん丸な目が、なんとも愛くるしいですね。非常に元気が良くて好奇心旺盛な女の子です。お次もカエル。この子はトノサマガエルです。この子は田んぼ脇の水路でぼーっとしてたので僕に捕獲されました。東京だるまガエルとすごい迷ったんですが、お腹の模様を判断してトノサマガエルだと断定しました。ちなみにこの子も女の子です。そしてその2匹のカエルを飼うように苔をいっぱい取ってきました。この苔の部分にたくさん水を吸い込ませて、カエルに必要な湿度を保って飼育させてみた、失敗したす。次はレイアウト用の石です。東京だとなかなかこんな感じの石って転がってないんですよね。こちらもカエルゲージに入れていい感じの隠れ家になってくれればいいなと思います。お次はオオカマキリです。すでにオスのオオカマキリがいるんですけど、今回はメスのオオカマキリを見つけたので捕まえてきました。ちなみにこの子、右足は大丈夫なんですけど、左足の足が2本欠損してるんですよね。おそらく鳥や猫に食べられたんでしょうか。先はあまり長くないかもしれませんが、愛情を持って育てていきたいと思います。お次はコカマキリです。コカマキリって小さいイメージがあるかもしれないですが、実はヒナカマキリやヒメカマキリといったこれよりもっと小さい種類もいます。この子なんでかはわからないんですが、すごい人に慣れていて非常にハンドリングがしやすいです。いずれ動画にしたいと思います。続いてはこちらの砂の中にいる生き物です。この子はウスバカゲロウの幼虫、通称アリ地獄ですね。飼育はちょっと難しいかもしれませんが、ぜひチャレンジしてみます。アマガエルに餌をあげてみました。ちゃんと食べてくれてますね。それにしてもすごい可愛らしいです。こちらはコカマキリです。ミルワームを入れておいたら案の定食いついてくれました。以上、田舎遠征で捕まえてきた生き物たちの紹介でした。いかがでしたでしょうか。もしよろしければ高評価か低評価のどちらか、そしてチャンネル登録をよろしくお願いいたします。それではご視聴誠にありがとうございました。